どうも山崎亮です、えー、出版の話をしたいとそう前回出版の話をしたいなと思いながら話し始めて東京にメディアの9割っていう話に行っちゃったんでしたそうでしたそうでした今ちょっと思い出しましたね <laughs> あのメディアの9割が東京にいるから、まあ、東京の人たちが取材される関東の人たちが取材され、えー、有名になり 有名だからすごい人だ優秀な人だというふうに僕なんかは思っちゃっていて東京ってすげえなってある種の憧れを持っていましたが実はそうではないんじゃないかっていう問題を問題提起を先輩だったか先生だったかしてくれたことによってちょっと気が楽になった。で楽になって時代を経てみで楽になったとともに同じ関西から大阪から安藤忠雄さんという建築家が。 メディアに登場していていやこの人って本当にすげえから多分メディアに登場することになるんだろうなと思ったっていうそんな話を前回、えー、いたしましたそれからその後ですねところが95年以降になってくるとインターネットが出てきてで2000年ぐらいになると ウェブ2.0っていうふうに言われていて皆さん自身が発信するようになってきてブログノートみたいなものが出てきたりインスタだったりとかツイッターフェイスブックだったりとか YouTube だったりとかで、えー、情報発信できるようになるすると本当にすごい人っていうのはそのメディアの中からでも見えてくるってことになったので必ずしも東京じゃなくても全然。 あの立ってくるというかですね発見されることになるというあの藤井風さんというアーティストはそうかもしれないですね YouTube でピアノをずっと弾いていて岡山に住んでいた、まあ、ある意味では本人も言ってますけれども岡山の山奥にいた方ですからね、えー、そういう方がまだ今23歳でしたかね、えー、若い方ですけれどもそういう方があ、まあ、注目されるっていうきっかけはやはり、えー、メ,デの9メディアの9割が東京にあるにもかかわらずえっと 従来であればあと全く気づかなかったエリアで音楽活動をやってた方ですけれどもあの皆さんが発見するしやっぱ本当にすげえなっていうふうに思う人っていうのが出てくるんでしょうね。で出てきた結果やっぱり東京の音楽の事務所とかがあ藤井川さんのところに何度も何度もアプローチし東京でデビューしないかっていうふうに誘い、えーまあ、それに乗れば東京に出て行ってデビューするとで岡山弁で喋りながらデビューするっていうことになったということで僕は。 うんとまあ、そうなると結局東京に魂を売ったのかっていうふうに言われるかもしれないんですがまあ言われるかもってそれ関西の人だけがそう言うらしいんですけどねどうもね関西の人が東京に出ていくと魂を売ったってすぐ言うみたいですねえー、東京の人が関西行っても関西に魂を売るのかって東京の人には言われないらしいんですけど逆は言われるんですね関西の人が東京に出ていくとですね、えー、お前 東京に魂売り上がってっていうっていう何でしょうね。ライバル視してるんでしょうね。関西は関東、東京をね。ライバル視ってのはでもまあお互いがそう思ってないと成り立たないような気がするんですけど関西は一方的に思ってるんでしょうね。ああ、でも東京の人たちは関西がライバルだとは思ってないんでしょうな、多分ね。東京以外の地域って思ってるんでしょうね。 関西ってのはね一つの全国の地域だろうと思ってますけど関西は東京と張り合えるのは俺だけだとか思ってるんだと思いますね。関西人としてはそう思いますね。僕はだからそう思ってますね。もう今や関西ぐらいしか関東とは張り合えねえだろうとかっていうふうに思ってるところがありますがこれは多いなる僕の勝手な勘違いなんだろうと思います。 まあ、いずれにしてもそういう、えーまあ、メディア9割の問題それから Web2.0 以降ですね、えー、いろんなところから発信ができるようになり、えー、本当に優秀だというふうに思われる方を多くの方々が発見し、えー、そしてその人たちが伸びていくと結果的には、まあ、東京に行くこともあるしいや行かねっつって決める場合もあるでしょうし行かないって決めたってそこから発信はし続けられるしでも、まあ、東京行けば メディアの9割っていう構造がまだ残っていてそこから、まあ、効率的に、えー、有名になっていくことはできるでしょうね有名になっていくこととそれからその人が優秀であり続けられることっていうのはそんなに一致は、えー、してないような気がしますからと有名になるために東京に行くのはいいかもしれないけどそれ以上にさらに優秀になっていくために東京が必要かどうかそれは人によるでしょうね、うん、行くのもいいだろうし行かなくてもいいと思いますし そして我々関西人のように東京に行ったからと言ってお前魂打ったんちゃうんって言う必要もないんじゃないかと、えー、反省を込めて思います。で、えー、その上で今日僕は話ししたいなと思っていたのは、えー、まあ出版社がね、えー、本当にその9割以上が大きく、まあ、出版の部数とかで言うとですよ 発行数とかでいうと本当にもう9割以上だと思うんですけれども東京に集まっている中でやっぱ我々の住んでいる関西でも出版業を営んでくれている方々がいてこれはちょっと勇気づけられるんですよね、うん、さっきの安藤忠夫さんと同じぐらい、えー、勇気づけられることです関西で出版社をやっていただいているというのはなんか僕らにとってはすごく勇気づけられることですねで僕はまあ兵庫県というところに住んでますので この前、兵庫県でですね、えっとご、ご紹介いただいた出版社の方々がいたんですよ。で、その方々が、まあ明石っていう、兵庫県の明石市っていうね、タコが有名なところっていう、最近子育てとかでもすごく有名になったところですけれども、市長がなかなか面白い人ですね、本当にね、いろいろ、やっぱああやってね、あのなんだろう,こう、革新的なこと、今までと違うこと、 いいことだとと思うんですよ僕はとてもいいことであり今の時代にとても必要なことでありしかし今までの明石市のやり方からはぐいっと変えようと思うとやっぱ変えてくれるなって思う人もいますわね当然ね。でそ,のやりやそうやってやっていると変えてくれるなっていう気持ちの人たちもいるしあのそれがいろいろとややこしくつながって、うん、言っていることの言葉の言葉尻を取られていろいろ言われたりするっていうようなことも起きるでしょうねいろいろ起きている市長です。 でも僕は基本的には好きな人ですね。おもろいと思いますね。で、その明石市に、ライツ社っていう出版社が新しく誕生したんですよね。これがすごく嬉しいことですね。これ、その出版社からのマイノリティデザインっていう、またこれも面白い本なんですけどね。えー、こういう本が出てたりします。これ、若い方々がやってる出版社ですね。明石市で、兵庫県明石市でやってる。で、僕も兵庫県の県民ですね。県同じ県の県民ですから、 なんかこうすっげえ応援したいなっていう気持ちになっていますね。だから自分の住んでいる県というか自分の住んでいる地域に出版社があってくれることっていうのはなんかすごく嬉しいですね。だから機会があれば僕は本当にここからあの本を出させてもらいたいなと思います。まだあのできたばっかりですからねそんな、まあ、もちろんこっちが勝手に思ってても<え>よしよし出してくれという話にはな,るならんわけですけどでもまあ う嬉しいし、えー、なんかこう続いてほしいですねずっと続けてほしいなっていうふうに思いますねそれからあの僕の仕事の仲間というか友達たちで、えー、っとグラフィックデザインの事務所をやってらっしゃる方とそれからあ編集の事務所をやってらっしゃる方が。 えっと、出版社を作ったんですよまたね「読者」っていう読者って面白いですよね本読んでいる人のこの「読者」と同じなんですけどひらがなで「読」って書くんですよ読者この「読者」この読者がまたこの「学校の枠を外した」っていう本を第1弾ですこの間出したんですねこれも嬉しかったですねこれ大阪なんですよこっちはお隣大阪府大阪で、えー、まあ読者 っていうううのが出ててまあうん,なんて言うでしょうね読み、あの毒にもなるという意味も入ってるっていう,いうふうに a c e b o o k で書いてありましたけどねあの、まあ、薬にももちろんなる薬になるような、ね、あの本もいいし毒にもなるという本でもあってもいいんじゃないかっていうぐらいのでめちゃくちゃ丁寧な作り方なんですよ、この本がね。ねこれももしよかったらあ学校の枠を外したって、えー、読んでみてください。これ 注意深くく読むととといなことが見えてくると思いますあの著者の方だったら、えー、多分書かないだろうなっていうような著者に不利というかですね著者自身だったらこんなふうに客観的には見ないだろうなって思うようなことを書いてあるんですよどんどん。自分がやっているプロジェクトがうまくいかないこととかですねあの呆れ果てていることとかですね著者自身がこう突っ込まれて呆然としていることとかが書いてあるんですが。 それはですね結局編集の人がじーっと観察してこう作り上げている本だからなんですねで大体本って多くの場合は僕もそうですけど自分が著者になりますから、えっと、著者が書くんですよ著者が書くと僕の目線から書きますから僕自身が唖然としているところっていうのを見たかのように書くっていうのはすげえ難しいんですよねその時山崎はもう何も言えなくなっていましたとか自分で書けないじゃないですか そういう風なことが書けているのがこの本でこれはやっぱりすごいなと思ったんでまあ,あの仕事の仲間というか友達ですからねすぐにメッセージを出してこの本ってさこの本ってど,どうやって作ったん実はあれでしょすっごい取材して編集者が書いてるんでしょっていう風に言ったらまさしくそうで、えー、すごいたくさん取材したらしいですねものすごい取材して3倍ぐらい取材したものを3分の1 にままとめたっってて気合入ってますよねねこれねものすごい気合入ってる。それはそうです。僕だってそうだと思いますよ。自分がもし出版社作ってその第1号の本だそうって思ったらめちゃくちゃ気合入るじゃないですか。出版社ができた時の第1号の本っていうのはこれ買うべきでしょうね。絶対お買い得だから。その作ってる人たちの労力に比べて定価が安すぎるうんということになってると思いますよ。 これはもうこの本はめちゃくちゃ労力かかってるなっていうのが読んでて分かります。あの、でもデザイナーも一緒に入って作ってますから読んでてわかるっていうのは労力かかってるからっょってごちゃごちゃしてるわけじゃないんですよ。めちゃくちゃシンプルです。でスパスパ読んでいけるし、えー、とレイアウトもすっきりしてて、あの目線の動き方とかめちゃくちゃうまくできてますからね。シンプルでいい本ですけど、あの、手間かかってるよ、これは。完全密着取材したな、これはって思うような。 そんな作り方にななってますそんな出版社が大阪から出てきたわけですからこれは嬉しいですね、えー。応援したい。どう応援すればいいのかも僕も分かんないけど、まあ、それこそこちらでもね一緒に本を書こうということになれば本を書いてそれを少しでも売って、えー、その出版社を応援することができたらいいなとは思ってますね。ということでまあ最近本当にライツ社にしても読者にしても 兵庫と大阪からね出版社が出てきたっていうのはめちゃくちゃ僕にとっては嬉しいことで、えー、自分の住んでいる地域に出版社があり続けてくれると嬉しいなとそして僕はそこから出た本を買うことによって、えー、応援をしたいし、えー、僕の知り合いにその本をおすすめすることで、えー、やっぱりその会社の存続を応援したいなっていうふうには思いますね。 でその応援したいっていう意味でいうと兵庫と大阪だけではなくて京都に出版社がありますね。で京都は割とやっぱり歴史があるしそれからその文化的にも、ね、かなり高い位置にいますので出版社の数は比較的多いですね。京都の出版社っていうのはやっぱり結構ありますで。京都大学も多いですし、えー、大学の周りでも出版をされてる方多いから。 えっと、感覚としては兵庫県とは全然比較にならないぐらい出版社の数が多いですね。ライツ社も、えー、確か京都の出版関係の会社から独立した人たちが作られてますけれども京都はちょっとだけですねそれでも東京に9割あるわけですから、えー、ちょっとだけ多いよっつったってそんなに多くはないわけですけれどもあの京都には出版社がありますね。出版の歴史なんかをひも解くと多分あの京都辺りからいっぱい出ていってるんだろうと思いますが。 でその地元京都地元京都ってまあ兵庫県からの隣、まあ、兵庫県はですね京都府も大阪府も隣になっていくわけですけど、うん、京都の出版社もやっぱり応応援援ってわけけじゃなないいど応援したいなと思うんですねで僕は京都で学芸出版社っていう本屋さんがありましてえここはやっぱりあの、まあ、東京の出版社から本を出させていただくっていうのもあるんですけど うーん,なんかこうできるならば、うん、京都の出版社から本を出したいなと思っていて、えっと、最初の「短調ですね「あの短調一人で書く」っていう本はあの京都の学芸出版社から出させてもらいましたね。これを出した時はやっぱりあの京都の出版社っていうことでちょっとこうね東京からじゃなかったっていうことで、えー、なんかちょっと自分でもこう気合を入れてましたね。 やっぱり東京じゃない京都からだっていう変な変な気合のようなもんねじ曲がった気合のようなものを入れていたなっていう気がしますねまあもともとお付き合いのある編集者の方がいて、えー、っとこれより前に京都でいくつか本をあの書かせていただいた時の編集をやってくれてた方で、えー、その方と一緒にいよいよ1人で書いてみないかというふうに言ってもらったってのがあって。 本当に世の中に全く知られてないような言葉を使って本を書くっていうことを認めてくれたというかねやろうじゃねえかというふうに言ってくれた方だったのでありがたくご一緒させていただきあのその後いろいろと一緒に本を作らせてもらってますだからまあ機会があればですねその京都の出版社から出したい学芸出版からは働き方の本ですねこういう「ハードワーク・グッドライフ」っていう本であったりとかこの本の想定をしてくれた方が読者を作った。 <laughs> 大阪でねとということがあります、ね、あこれもそうだな作ること作らないことっていうね、えー、本ですけどこれもあの,そのさっき言った同じですねはい、えー、想定をしてくれてます読者を作った方がですね想定をしてくれてますねあとあの元にニ介さんというまあ経済地域経済のことを考えたりされる方ですがこの方との協調 の本も学芸出版社ですし建築家の井久美子さんという方との協調の本も学芸出版社ですねあと五十嵐太郎さんという建築の研究の方ですけれどもと一緒に書いた本もそうですし、えー、古,古川大輔さんという森林関係の方と一緒に編集をしたそして27人の方々にあの文章を書いていただいた森の本ですねこれもあの京都の学芸出版社ですね。 それからあの相葉さんという人と小泉さんという人を3人で編集をさせてもらっていろんな人にちづくりの仕事を書いてもらったこの「ちづくりの仕事ガイドブック」っていう本これも学芸出版社から出させていただいていますね。で学芸出版社、まあ、この最後の方の本なんかはですね実はえっと編集を担当してくれていたのはあー学芸出版に入社した 若手今ではもう若手じゃないんですけど当時若手だった女性で、えー、彼女はうちのスタジオ L で、えー、インターンをしてくれていた時があったんですねうちの事務所で、えー、学生時代だったと思いますけれどもちょっとあの勉強してくれた時期があってでその人が結果的にはその京都の学芸出版という出版社に入ったのでこれはまた僕も嬉しかったですねやっぱ学芸出版がちょっとこれで元気になったら嬉しいなというふうに元気になったらってもともと元気があるわけですよも,もっとあの元気になったら嬉しいなと思った。 しあのその人が本を作るって言った時に声をかけてくれたのも、うん、めちゃくちゃ嬉しかったですねあの。何らかの形で応援できたらいいなと思っていたことがあこう応援できたからですね。で今わざわざあの表紙まで全部見せてるのは宣伝です宣伝ですね <laughs> 宣伝ですけどそれはあ、まあ、僕の本は僕の宣伝ということでもないんですけどあの出版社を応援したいっていう宣伝ですだからこれははいあの読者の本ですしこっちはライツ社の 本ですけれどもあのちょっと関西の出版社を応援したたいいじゃないかと思った方はあまあで特にね関西に住んでらっしゃる方々うんと関西の書店で買うっていうのも一つの応援ですけれども出版社はこれどこの出版社なんだろうとあ出版社の名前を検索してみると多分10回に9回は東京の出版社が出てくると思うんですね。 あの確率で言うと皆さんがいいなって思った本の出版社の名前を検索してみるとおこれも東京かおこれも東京かってなると思うんですがえー東京ではないエリアの出版社が出てきた場合はちょいとねちょいところ買おうかなと買って応援しようかなと思っていただければ嬉しいですねそれは東京の出版社も応援した方がいい時期ではあると思います今や今やですねあの出版してその本を 文字で皆さんに読んでいただくというのはものすごく厳しい時代を今あなんとかこう生き抜いていかなきゃいけないっていう時期ですので、えー、東京が駄目だっていうつもりは全然ないんですけれどもあのメディアの何割を東京に残すのかっていうようなことも僕らはちょっと考えたいなと思っていてそれぞれの地域にやっぱり、えー、っと紙と文字でものをこう残していくような拠点がそれこそ47都道府県の中に 47箇所あって欲しいいと思います、ね、やっぱりねちょっとこう分散してそれぞれの地域の人たちが書くという感じがねあるといいと思いますね。その手近な人に頼んでいたって全国のすごい人たちからの情報がちゃんと出ている状態その到底僕にはできないことなんですけれども出版社がそれぞれの地域にちゃんとあってその地域の詳しい情報郷土の情報あるいはそこで活躍している人の思っている考えている思想 あのこういうものがちゃんと紙と文字に残しあデジタルデータとして残ってしかもそれが編集や構成という段階を経たものとして、えー、構成に残っていくっていうふうになるといいなと思います。さもな,ればなければ、うん、とやっぱりメディアが9割集まっているところの近くの人たちにその頼み、えー、ここの人たちが残したものがあの書籍の大半を占めるという。あの 国を作りますので、えー、日本列島の中で、えー、本に残すほど優秀なことを考えていたのは関東圏に多かったっていうふうに35世紀ぐらいから眺めるとそう見えるかもしれないですね35世紀のアメリカ人がですね日本を日本の古代の日本をあー歴史をひも解きに行った場合あー今からもうすごい前ですね西暦 えー、2010年とか2020年ぐらいのことを調べるとですようんもう千何年前のことを調べてみるとどうも日本は東京辺りにめちゃめちゃ優秀な人が残ってたらしいと今そのデータで残っているかつて書籍と呼ばれたようなものをいっぱい書いてるのは大体関東圏にあの集まっていて。 あのその他のエリアの人たちはあんまりそういうことが書けない人たちだったようだというふうに思われてしまうかもしれないいやいや全然そんなことはないんだよっていうことがうん示されたらいいなあというふうには思いますねでももちろん僕もあれですよ東京の出版社の方にもお世話になってますしね、えー、それをもって東京の出版社ダメっていうつもりは全然ないんですがそれぞれの地域地域に偉人がいるし すごい優秀な人たちがいてその人たちの文章も読んでみたいっていうそんな気持ちですかねそんな気持ちがありますので、えー、これからもなんかちょっとん地域出版社のようなものっていうのが応援できたらいいなというふうに思いますはいじゃあ今日はこの辺りにしておきましょうありがとうございました